はい、ということでエイジオブエンパイア4 3対3で遊びます。俺暇人出来横チーム VS 陰キャ転生 DD ペニガキです。やっていきましょう。狙うべきはまず出来横。そんなこと言ったら狙うべきはペニガキになるんだよな。まあペニガキはまあ分け渡す。普通にペニガキと俺でワンワンしないマジで。もう明け渡す。じゃあ行きましょう。頑張るぞ。頑張りましょう。デキさんを。待って待って、マジで任せてください。初半年ぶりっすけど、多分でも僕弟子なんでデポンさんの。デキオコさん、人は多ければ多いほどいいって言ってた。マジで。人が多ければ多いほどいい。まあそりゃそうだわな。たくさん作ってたくさん殺せって言われた。なんかすごいさ、なんかあの悲しいゴーレムみたいじゃない？なんかまさかっすよ。感情を失った悲しいゴーレム。たくさん作ってたくさん殺せ。まさか。真ん中、ね、俺と暇人で取り行こう。出来横はもうなんかそれやってたら意識そがれるから、出来横はもう目の前のことに集中してもらって、自分ができることをやってもらうっていう。侍？あ、そっか、日本が追加されたのか。ジャパニーズ侍、あの弓矢効きません。おい、デポンさんがオンラインやりやがった。俺らのコソ連の間に。まずい、まずい。練習してやれ。やつもまたコソ連してるってこと。はいはいはい、お互い高め合ってるってわけ、これ。多分、デポン戦はクヒマシン VS ペニガキデポンとかで多分ハンデ入れるから、ペニガキデポン側で戦ってもらうから、多分。ペニガキ、多分、初動でちょっと荒らしたら街の人の生産止まるから終わると思うんだよね。そこからが勝負、そこからが勝負。やべえ、日本やめといたらとか、いやでも、いや、別にいや。ちなみにヒマジンさんめっちゃ強いよ。ヒマジンさんめちゃくちゃ日本極めてる。日本はまあ後からだから騎兵の相手って槍だよね。じゃあイングランドか。出来横だな。初手ミッドとクンさんの中国潰してもいいんだよな。ヒマジンって初手で荒らしっていけない。初手荒らしっすか。基本女武芸者5体ぐらい出すぐらいやったらいけるんですけど、そんなそれでいいならあんまりなんかそこまでがっつり強いっていう感じじゃないんですけど、真ん中キープするとか 2TC だったら10分ぐらいからだったら多分一気に嵐に行ける。どっちがいいですか。任せる。正直一番最初に潰した方がいいのはヒマジンさんです。いや、クンさんの方が潰した方がいいんだけど、ヒマジンさんあれで 1v2 で勝ってるから。あの人、いや、そうなんだ。まあてかまあポジションこれなんだ、峠かこれ。峠、いや見てなかった。峠峠峠だから。てかインキャさんミッドいける。いいよいいよ。いや、イングランドで初手取りに行くのやっぱ辛かったんだよな。日本の方が楽だよね。楽っていうか、やべ、めっちゃ忘れた。いろいろ俺もオーダーちゃんと全部覚えてない。でもイエス、え、なんか日本ベリーがいいとこあんだっけ。なんか日本はね、ベリーの方が良かった。俺今回ルシアないからね。ルシアないから鹿とか買っちゃっていいですね。鹿狩りは関係ないから。あとこれ3対3だから、多分この真ん中の峠の穴が2箇所になるはず。3対3だと大きくなるから、だから1箇所塞げば終わりみたいな感じじゃないから気をつけた方がいい。普通に火事場が採掘場を兼ねてのエグいだろこれ。やっぱ違う、最初から作れるし全然やばい。卒業だろ。どういうこと。ね、採掘場あんじゃん。あのテクノロジーの研究もできる。強くね。し家が水車側や、その食料集めるとこも兼ねてる。ほら引きね。え、だからあいつなんか俺にね、テクノロジー研究しといてって言うのか。あ、いつだっけ。そう、でもあれじゃない、まあ、普通のその生存術とかそういう木こりとかのあれも言ってんじゃない。いや、あれ絶対お前できねえけど俺はできるじゃない。そこまで考えてないと思う。いや、なかなか人の拠点が見つかんねえな。拠点線が緑、ディリが水色ね。うん、俺見るとだ、うん、まあ割と俺は襲われやすい立ち位置だし、襲われても何とかなる立ち位置だからちょうどよかった。いや、マジで早めに締めないとだるいよ。ハラスが永遠来ると。しかもしてくる人だしね。インゲンスで頼むよ。敵横潰しきるべきなんじゃないかな。いやでもね、これね、あの3、正直ね、2人欲しい。ここ多分3人マップだから広めなんじゃないか。なら俺はちょっと木がめちゃめちゃ必要になる。じゃあ DD と俺で締めねえか。俺一応もう第2世代行く準備してる。もう開けてる。ジャンヌのアップグレードしないといけないんだよな。誰にだ、ジャンヌ。え、DD で何が結構必要になる。え、金。クソ金。金か。なら DD と陰キャ転生でミッド締めに行ってほしい。俺結構木が必要になる。最終的には金。あべ作れないってことね。ゆきさんはまあゆっくり進化してもらえれば。ちょっともう今もうすでに脳がパンクしそうなんだよね。何も起きてねえのに。久しぶりすぎて。まあ。ここ何も起きてないけども脳みそがあの慌ただしくなって、わわわわわ、そうこんな感じだったわ。街の人たくさん動かすのめっちゃ大変だったわ。ちょっとマジでわかる。それわかる。この辺やっぱここ封鎖だね。それ右下これ探索してちゃんと、これひまじんさんがやった方がいいかも。はいはいはい。あ、そうだ、忘れてた。そう、こいつ動かさなきゃいけないんだ、忘れてた。ガチで俺今割とね、今脳みに遅れるようなあれじゃない。少しでもかけちゃうともう初手が遅れちゃうから
相手の国なんだっけこれ。プーさんこれなんだっけ、ルーシャっけ。プーさん中国、確か。あ、中国か。じゃあ別に鹿殺さなくてもいいか。いやこれ相手もクーさん取りに来てるわ。イングランドだ。DDD だ。あ、これ誰、これ石膏で殴んでこれ DD。 アホなの絶対意味ない。全然削れねえやでしょ、ね。オオカミも言ったわ。よしよし、オオカミやれやれやれ。気持ちいいやってること。何やってんだお前。あ、右下ペニガキか多分。わかんない、石膏の出方的に。あ、何立ってるこれ。村人、あ、町の町人か。あ、クンさんだか。オッケーオッケーオッケー。で、俺前にあれ出しますわ。へえ、その代わり。はい、ちょっと待ってくださいね。何がですか、馬がいいか侍がいいか。俺は馬は出せない。オッケー。そもそも馬じゃない方がいいのかな。確かに、ちょっとバカ言ったわ。ヒモジンさんガチで強いぞ。超える。あ、なんか襲われてない？あ、これはあの俺とヒモジンさんで追いかけっこしてるだけ。石膏バトル。いろんな場所で起きてますね。ヒモジン来いよ、かかってこい。作るの確かジャンナダルクの方が早いんじゃない。やばいです、めっちゃミスってます。よく帰ってきた。よし、ナイスタイミング。何してんの、鉄は。で、これでキー取らせえの。マジさん、ここ、はいはい、前に一緒に取ってほしい。出す出す、壁立てると今。あべ、ちょっと立てる位置、クンさんとちょっとしくじったかも、ごめん。どっちにでっけな。どうしたん。なんか、この二択の進化するやつ、これどっちがいいんだっけなと思って。あー、なんだっけ、ネキさんは。イギリスは、あの、領主の方の、あっちの方。領事館。これあれ、イングランド。そう、イングランドは領事館。領事館。領事館に。どれ、領事館。ない。諸王修道院と三次街道じゃない。あー、お前、こんだけしかちょっと見れなかった、ごめん。でもちょ、感覚できます、俺今回。そしたら。大丈夫、それで。俺多分遅いよ、今回。あの、最初に前線作ったから。はいはい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。これで。なんかいなくね。売れたけど。なんか弱体化されたこれじゃん。そんなことない。なんか作るの遅くない。こんなすぐ弱体化する？これなんかセット、この駅舎こんな作るの遅かった。ジャンヌダルク武装した女。え、そういう説明なの？うん、ガチだよ。ええ。なんかリーディーのとこで王冠かぶってる女の人いる。それがジャンヌで。最強？あ、あ、めっちゃやばいじゃんそれ。待って、やばいな、ね、それ。もう完全に封鎖。でも要塞もどきだからあれ。ちょっと厳しいですね。追いかけてきてる、ヒモジンさん。ヒモジンさん追いかけてきてる侍で。おのおの締めるしかないかもしれないな。ちょっと待って。今送ってはいるけど、ちょっと。8番もできてないから。ベニヤキなんか立ててるわ。ラッシュするつもりかな？あー、オッケーオッケー。金殺しに行こう。難しいと思うけど、ラッシュすんの。かなり。相手、ベニヤキ金取ってない。いいよ、デキさん。ナイスナイス、悪くない悪くない。これ相手どうする気だろうな。いまいち何がしたいか今、金、金馬、金馬押さえて、金馬押さえて、金馬押さえて。オッケー。出来横にできる限りのファームをしてもらってって感じだな。もう、めっちゃ大量に諸葛土兵出す。オッケーオッケーオッケー。これ第2の時代から第3になるのだいぶ遅いと思う。了解了解了解。それ見つけて、なんかさ、おびき寄せらんない。あー、いたわ、いたわ、いたわ。いや、やばい。どこ？どこにいるの？ペニ、ピン、ピン欲しい、うん。そんな奥？俺の方、だいぶ晴らされてる。そんな奥ね。じゃあ、無理だ。また、俺の方来て。俺の方来じゃねえか。俺の方いるわ。同じ、なんか面白いことしてるね。そう、あの、二つの拠点を荒らしに行ってる、今。待って、これこんだけ荒らしてたらちょっとどうしよう。クンさんとこあれっすよ、壁張れてんもんな。ちょっと第三行ってもいいっすかこれ。速攻いいよ、まあいいよ。この場合行った方がいいような気するから。で、兵は止めねえから、もうこのまま兵隊さえ、兵隊の数さえ減らさなきゃ大丈夫だと思う、正直。木の山、ちょっと待って、木の山、これこっち側に。もうこいつキモすぎるよ、マジでさっきからずっと。なんか、あれ OK、なんだっけ、全焼基地とか置いて、そう全焼で中に人入れたらもうずっと意味言ってくれるよ。あ、町の中心とかもそれやってくれるから。そろそろ俺石集めるわ。一応インケさん見えてると思うけど、その兵結構待機させてるから近くに。
一応いつでも戦えるわ。いやでも、工場兵器ある？ない、工場兵器はまだ。あれ壊さなきゃダメなんだよね。そうよ、クンさんのこの俺侍出すね、もう諸葛亮兵ですよね、クンさん。そうだよ。だったらもう俺侍出しますわ、ここから速攻。了解。でこれでなったら侍の、あと馬、馬が出せるから、これで馬激強なんで。あの、もう石壁できる、作ってる今。で俺侍大量生産でいきますわ。今城主行ってるのは暇人だけか。俺だけ。俺もう上司とか行く気ないから今全然。了解。むしろもうなんか建築優先してる。オッケーオッケーオッケー。建築のまあ時間稼ぎみたいな感じね、これ完全に。了解です了解です了解です。もう石の壁なんだが、とんでもねえや。ここもう閉じれてる。石取らせるわ。取り出立てるか、ちょっと早めに。早めに多分取り出立てた方がいいよな、俺ら逆に。相手が立てる前に絶対に。なんだあれ、女武芸者一人で来た。あ、結構兵来てるかも、それ。かなり見えるわ。え、これ一人じゃない？いやいやいや、なんかね、後ろから来てる。え、いや、見えないけど、後ろ、街の人走らせてるけど。いや、大丈夫。いや、じゃあちょっと見えるようにする。いや、殺した殺した殺した。え、このディディとかにいるとこに兵集めるの、俺も。デキさん、兵隊作ってる？作ってます。ちょっとずつけど。あんま多くない。作ったらこっちに集合。OK。兵隊よりも村人の方が優先度は高い。はい。真ん中ですね。これ真ん中に集める。これのやつも。うん。真ん中に、一応戦争が起こる場所って、はい、このマップって、まあ、基本的にここしかないから、ここしか起きないことになるから、okay. 最終的には。だから戦争が起こる場所はそこだから、そこに作るみたいな感じ。でもかなり要塞化させてるから。これで一気に内政も強くなる。俺は土砲を作って、あの敵の工場兵器を防ぐ。多分相手多分ゆっくりファームしてなんか殺すみたいな雰囲気で多分来るから、一回壁だけ壊しに行ってきますわ。はいはいはい。あ、待って、ここあれ穴ないっすかね、ちょっと。どこ？ここに穴が欲しい。ここに。あ、穴がないのか。オッケー、ここに作った穴で、これでちょっとちょろちょろ荒らしてくる。多分手前の金馬とか絶対いるから。ジャンヌさんレベル全然上がってなくて泣いちゃいそう。戦えてない戦い全く。なんだこれ、来た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 。なんか来てる、来た来た来た。もう来てるじゃん。おお、弓兵とりあえず当てるわ。ヒマニさんの軍隊。これなんだろう。騎兵が2頭を、ただ基本歩兵。女にこいつね、レベル3運命だからちょっと強いんだよね。これディーディも一緒に当たってほしい。当たる当たる。これ余裕で囲んで終わりだぞ。何でしょ、最初3分目差は。いや余裕だ。その兵はやる。兵はどうにか、あの追いかけるから。え、なら円形ですけど俺でこれ挟む、うん、ごめん、騎兵ぬ、あの逃げてった、逃げてったけど、ペネキの国の方行ってるよ。ペネキの方国行ってるよ。ペネキの国の方に逃げてってる。いや、まあ、それもディディが殺してもいい、それも。それはディディが殺してもいい。一応もうストーカーしてる。ディディ、向かわせたらいいじゃん、キヒュー。どういうこと？向かわせる、向かわせる。やってる？あ、オッケーオッケー。2体向かわせて絶対勝てる状況になってる。で、挟むわ、これ、無理やり。あ、いや。インゲンス、一回引かせよう。インゲンス、一回引かせよう。インゲンス、インゲンス。要塞見せたら、多分これに寄ってくるから、これはもうなんか、ダミーみたいな感じ、一応。ガッツリ走らせよう、奥に。だったらもうこれファームで行くんだったらもうよガッツリでもいいけど、ガッツリもう帝王入ってもいいけど、帝王まで行ってもいいよ。オッケー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 。とりあえず殺した。で一旦自分家に渡すわ、帝王。いや、やっぱ肉消費激しくて全然レベル3なれねえな。あ、一匹いた、やべ、一匹逃がしてた。くそ、なんかいたんだずっとこいつ。内政しくってた、ちょっと。手を上がるね、これで。手を上がれる、オッケー。手を今上がってる。これ取らせて、俺も弓しか作らないからね、基本的に。弓と、あの、この、なんだろう、こういう系。はい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 、了解。と、こういう攻撃兵の兵器、攻撃兵器を作るから、その他のものをやってほしいかも。
相手不気味だな、こなすぎて。でもね、上司に上がってないんだよね、実際。何をしてんのかちょっとよく。前行かね、ちょっとだけ。それでもいいっすけど、でも結構へ溜めてるんかな、ここにこういう感じで。だから、ちょっと待ってください。俺がね、あの兵が、ちょっと待って。ああ、なんか波状土今更作ってる、なんか。遅い。待ってね。どっちかというと俺、もうこれやってるから、上がってからの方が多分いいと思う、この場合は。でも、それ何？なんか、あ、土兵か。初活土兵。めっちゃあの、いつも早い。あれ、マジで強い。あれ、ガス、馬で当たった。ひまさん、ちょっと引いて、ひまさん、ちょっと引いて。ひまさんじゃない、インゲさん、ちょっと引いてほしい。てか、ひまさん、ちなみにもう手をね。横から挟む、横から挟む。行こう。オッケー、一旦これで引いて、一旦これで引いて。エース、ヒリギアイペイキョン。正直多分あいつマジだから、多分これ争えたら本当に早く攻防作った方がいい。なんだっけ、大砲とか墓石作るはいいかな。大だけだけど、できる限り。いや、普通に俺まだ2段終わってるわ。強化に何がいいんだ。飯か。飯はいけるやろ。300貯まるやろ。 OK。 侍これで強化、歴史も作るんで、大筒も作る。なんか頑張って揃えてはいる。置いて、そうそう、まあこっちも一緒に同時にもう負けないぐらい揃えて、それで勝てるから。でクンさんも手をナイス。てか今結構耐えの時かもしれない、正直。あと誰かが第4に行かないとダメ。うんうん、それはそう。で2人第4だっけ今。今、あ、今2人第4、3人、デキヨコさん第3で、インキャさん第2。第2がやばいかも、一番。いやマジで第4。第2がやべえ、お前早く第3にあげろ。で、兵が今 52? 俺、はい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 。兵が今52で、デキヨコさん大丈夫？黙ってるけど。俺はもう今ちょっとあの右耳から左耳に全部音流れててますよ。ちょっと分かんないです。で余裕ないみたいな感じが、なんかもうもはもうちょっとあの今までで一番やばいかもしれない今。これ余裕なくなると喋るタイプなんだけど、余裕なさすぎてもう喋ることすらできなくなってる。もう言葉が出ねえマジで。何言ってるか分かんないもうみんなが。とりあえず4いけそうっす俺もう。おいいね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 。あれペニガキたちまだだって3でしょ。これさ前出したい、これさ前出したいね。これ確かにいいよ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 、行きます。俺もついてますわ今ね。出すのあのね、これ道がね、あの、これクルさん、ここの壁壊してくんないですか、これどれ。あ、オッケー、このちょうどこの真ん中の壁壊してくんないと、あの、兵を送るまでにすっごい時間かかって。うわ、すげえやな、これもう前出しますよ、俺、これガッツリもう前出しますよ。オッケー、戦争だ。実は俺も33人いました。お、ちょっと行かせ、ちょっとだけ行かせ、ちょっとだけ行かせて。一か方で、一か方で行くよ行くよ。今もういい、大丈夫、頑張れ。じゃあ引かせるね。え、あの奥のあの工場兵器壊さないといいかもしれない。じゃあ大丈夫、これ一か砲で潰せる、多分全部。オッケーオッケーオッケー。奥、奥潰し。これ一か砲守れるかどうかって結構大事だから、これ絶対守ってほしい。オッケーオッケー。右から来てるよ、右から来てるよ、気付けて。あの、俺の周りいてほしい、俺の周りに基本的に人が欲しいから。オッケーオッケー。これ前詰めたいなと思う。前詰める、オッケー。これ、うん、これ左、はいはい、これも相手今兵ないから、これ俺が先行くからクルさんゆっくりでいいですよ、兵溜まってからでも。まあまあいけるいける、ついてくついてく。オッケーっす。第4に行ける姿勢あったけどちょっと無理だね、今やってる場合じゃない。いやもう右結構きつい。いや一か砲を壊さないとな。いや俺第4上げるべきだったな早めに。あもう俺もう壊される。あとんでもねえや。めっちゃ来てる。俺インケさん侍来てるから俺侍対応するわ。家に火をつける担当やるわ俺。さあさあ、いやいやいや、そういうのね、そういうのね。女子供から猫背を殺していく。で絶対これ今俺ら真ん中に兵をさらに集めとく今のうちに。あ、はいはいはい、作る。ここ
これ一か方がまずいかも。まあでもディディのやつと相打ちにできそう。これでインケさんも増援遅れなくしてきた。これで行こう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 。いや無理だ、終わった感ある。終わった、マジ無理かな。ちょっと全部一か方2台ぐらい壊したところでなんだよ。まあそんな食らわない。もう資材が全てを尽きてる。ちょっと待って、今もうめちゃくちゃ兵出そう。頑張って。ジャンヌのこの駅舎はここで出せるんだ。いやーきついな。金も取れないし、インケさんも壊滅した。あと俺頑張るわ。いやまあ無理だね、これは。この幸福かな。うん、これは無理。勝ったもう GG です。デキョコさんなんかあのわたわたしてる間に GG しました。あーすあクソ強いや。なんかあこれあのチームギャップですこれチームギャップチームギャップですこれ。あと俺頑張るわ。いやまあ無理だねこれは。これ幸福かな。うーんこれは無理です。ちょっとこれは無理。デキョコさんいた。いやいない。いやいなかったかな。いやいやいや見たヒーローか。うまいかも。あれヒーロー見てない。でもまああれじゃん、最終盤面に備えてずっと待ったんじゃない実は。えてか多分だけど武士渡してたよね。え渡したかそれ、そういう指揮権で。あの市場で。ああそういうことね。そのイングランドで肉出しまくるみたいな感じ。ちなみに俺はまだ死んでないぞ。いや無理やろ。あのこの左下であのこれここでやってんで。インケ転生、多分今、俺諦めねえ。俺はまだやれます。まだやれるとかって言ってる。まだやれます、いじるよ。何をやるの、ね、あ、インケさん、あれだ、寺作ったんだ。るわけない。これ、大筒でとんでもないダメージ食らうんだよ、一撃で。大筒、工場兵器なんだな、要するに。いや、もうそう、しかも距離が長いんで、相手のあれに対して、あの、工場兵器も一瞬で壊せるんだよ。いやー、まあ、ちゃんと役割分担できてる気がする。俺が真ん中取って、で俺が育って一気に。これ無理だよ、だってこれ万里の頂上あるもん真ん中。すんげえ分厚い層あんだよなここ。すごい島まり食べてた。多分絶望だよこれ。もう相手が見てたやつ多分一層目なのよ。一層目のなんかただの石みたいな石壁のちょっとしたところだけを戦ってたけど後ろにはまあ本陣が控えてるから。これはすげえや。反省会町の人。あやばったねなんか一人。一人なんか紫の人が街の人少ないね。見てないやんお前なんかもう。まあ荒らされたりしたの。え俺最初荒らされてるよ。俺に荒らされた。あの女武芸者に垂れ流してちょっと荒らされた。ペニガキおらんかったんだよな初め。そうだ初めどこにいたんだろう。ペニガキのね村人がマジ見つからなくて。ペニガキずっとねあの端っこ角っこだった。あそう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 。多分どっかで別のことキー取りまくってたよねこれ。兵士小屋作るために。そうだよ。だから多分初め金いなくて、まあその後 DD 行ってって感じだったから、わかんないな。初めはあんまりペニガキ合わせてんかったけど。一か方強いな。強かった。どれが一か方なのかわかんないまま。え、なんかあの、ピピンピピンピピン。あ、花火みたいなやつ。花火みたいなやつ。あれが一か方。チーム変えます、じゃあ。チーム変えて一戦。ヒヨコさんいた。俺とクンさんが別々に。ヒヨコさんいたよ。でも俺とヒマチン別々にするとどうなるんだバランス。どういうバランスだ。まあ。じゃあ別々にしないとじゃない。デポン練習。エニガキと。ね、なら4対2にしようぜ。4対2はちょっと無理だと思う。さすがに。え、だってデポンってそんぐらいの強さじゃないの。いやいやいや、文明の多さと多分また違う、その本当のその人の強さ。俺、ペニガキ、インキャさんユキさん、クンさん、リリーあり。ああ、じゃあそれでやってみる。まあでも正直ね、今回負けたのはインキャさんちょっと初手普通にボンミスだからかわいそうかも。なんかあったん。え、普通になんかミッド取れないって言って諦めてやったら、あのみんなが第4言ってんのにこいつだけ第2だったわ。初動ミッド取るのにとかにちょっとコストかけすぎたわ。あでそれだって一人だったんでちょっと大変でしたね。俺はその分兵力作ってんだよバカ野郎。お前その分で勝たなきゃダメなんだろ。俺ちゃんでもちゃんと俺暇人さんのさ腹殺したよね。ちゃんと後ろ追ってきてる。じゃあ上3人 VS 下3人にするか。はい了解っす。はい、じゃあ上行きます。どうする。俺はそのファーム系だから中国だったらもう俺ルーシー使うと多分被るから、被るともう俺がルーシー使うと役割 DD とだから多分これがいいんじゃない。あれ前取ったのってさっき誰だっけ。中国だっけ。俺だよ。あの俺ね第2世代行く頃にまだ前出れないのよ。いいよ、じゃあ俺行くわ。
で、多分クンさんが抑えててくれたら兵隊出してほしい。でもあ、なら大丈夫、なら大丈夫。兵隊出すだけでいい。あの、建物建てなくていいから兵隊出せばいい。あれがやばいんだよな。その真ん中取られたら主導権全部取られるから。そう、やばい。初動いかに真ん中にコストかけて真ん中取るかみたいな。初動で敵横潰しきった方がいいのかな。でも敵横潰したとこでなんだよ、陰キャ転生ぐらい。いや潰しきれない時のコストが高いから、まんべんなく全員にデバフを与えて、でペニガキにはもうなんか集中させた方がいいと思う。一つのことにいろいろやらせるんじゃなくて、もう俺とディディで基本的に前の忙しいのをやって、ディディが人間で前出して、俺が建物で前出して、ペニガキは軍ができ次第真ん中に送ってねっていう。ただ上司をめっちゃ急がなくても、まあ相手次第だな。でも上司するかどうか、なら俺が第3まで突っ走ればいいってこと。いや、ダメ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 。ちゃんと自分のところを守れる兵力が欲しい。ちゃんとあの、だから助けては無理ってこと。助けるのは不可能だと思う、正直。なんならペニガキが助ける側、その俺らが晴らされた時、俺がカバー役拠点のね、前線じゃなくて拠点が暇人さんとかの亡命で入られて殺されそうになったらカバーしに行くみたいな。まあ俺は建物で自分の陣地守れるからそんなにいいんだけど、ペニガキはヒールマシマシ。ペニガキ自分の拠点が荒らされないのだけ一番気をつけた方がいい。多分ペニガキ一番ターゲットにされる。行くぞ陰キャさん、やっちまおうか。どうしようか。まあ真ん中無理して取んなくても勝味いい。どう思う？まあ、取れるの？日本2人か。ほう。そうだから、荒らされないように兵作って、領主で兵貯めよう。で、今日、さっきどういう感じやってた？なんか兵士いなかったのは、肉渡してたみたいな感じ？それとも、普通に。いや、普通にいたよ、兵士。俺の。何使ってた？イングランドってか、その、兵かっていうか。適当に作ってた、いろいろ。ああ。俺、多分そういうレベルの人間だよ、マジで。え、ちょっともうマジわかんないから、とりあえず自分のことだけ頑張って。9が強い。9が強い。最初はね、最初9が強くて、そう、ロングボウ9がなんかやプシュプシュプシュって、はいはいはい、あの領時間から出すと 1.5 倍か2倍ぐらいの速度で出せんねん。領時間ってのはこう進化の左か右にあるじゃん。なんか回復してくれるやつと早く作るやつみたいな。早く作るやつだともうポンポンポンって出て、わかる、軍量差つけられる。ナイスって感じ。いや、でもまあ、あんま期待しないでください。ちょっと頑張って行くぞ。あとなんか数合わせぐらいの。いや、ザゲンだお前、入ってたのに。いや、まず勝つよ。まずそれは勝つよ。勝つけど。俺、このゲーム負けんの一番悔しい。このゲーム勝つのと負けるので、運命の差なんだよな、気持ちが。まあ、なんか、食べて、負けちゃったかもしれない。なんか、あの、気持ちのやっぱ、裏前が全然違うからさ。時間かけて死亡みたいなね。そうなんか積み重ねてきたもん全部ぶっ壊されて、普通にクソ悔しいんだよな。いや、3か4ぐらいになったら、いや、インぐらいでマジで本気が4からなんよな。そう、大変なんだよな。4になった瞬間強いね。あ、真っ赤真ん中だ、めっちゃいい。俺ありがてえ。じゃあ俺ルシじゃないから、うん、別にか殺してもいいよ。あ、了解了解。道端にイノシシとかいたら殺すわ。初手真ん中に絶対ね、あの偵察送った方がいい。あの羊めっちゃいるから、クソうまいね。はい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 。え、ひまりさん、日本何系で行く？騎兵作る？あ、まあ、騎兵は3からじゃないと多分無理。3に上がないと騎兵は弱いから。最初は普通にみたいな感じか、歩兵と。まあ、でも俺ちょっと弓を見つつこう。いやね。マキューはまあそうだね、あの弓旗本作りや、弓旗本。それ作って強化すると攻撃力すっごい上がって、生産コストすごい安い弓出来上がるから、マジで強い。生産コスト安いのに旗本でブーストされたやつができる。そう。あ、悪くないかも。あ、悪くないかも、今回リッチ。金後ろ目にあるし、めっちゃいいかもしれん。石膏羊一匹しか釣れてない。カスか、こいつ。何してんの？めっちゃ暇人羊持ってんじゃん。羊誰か欲しい人いる？あ、まあ、俺食うか。俺食うわ。で、ある程度自分とこ漁ったら奥行った方がいい。よいしょ、頑張るぞい。やれよ。やってんだろ。しっかりやれよ。やってんだろ。ナイスだ。しっかりナイスだ。俺なんか絶叫する。あ、すごい。これ誰だこれ。ヤンキーだわ。それも街まで連れ帰って撃たせたり、こういう街の人に。まあ、お前その街連れてみに行ったの。許されたわ。許されたんじゃなくて。許されたんじゃない。もう殺す価値なしと話された。殺す価値なしだよね、多分ね。いや、てか、まあ、それ、無意味。あの、追いかけっこ無意味だから、本当に。普通にやるのがバカなんだよね。せっこくそ弱いから。俺はもうひたすら時代を進めることだけ考えていきます。わかんないんで。全然4匹いるわ。そう、空いてるかも。待って、どこ空いてんだ。あ、違う、ここから。 OK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 、 なるほど、了解了解。
作るわ。ああ結構広め、あでもそんなもんか、いつも。いつもこの前。いや、ちょっと広い。やっぱり、広いよね、いつもより。うん。オッケー、俺もそろそろ台に行くね。あげる。村人いっぱい作ろう。で、今ここに来てるでしょ。こういうのね、あの、相手燃やすんよね、相手のあれを。作ってる最中のあれを。マジ燃やすか、そう。こういうの壊す。燃やすよ。だいぶ、右上だな、端っこの方に作ってさ。反対側の端に作ってるわ。そう、燃やしておくと楽、めちゃめちゃ。で、そろそろ完成するから、それ引かせよ。あ、いいね、いいね。順調、順調。マジミスれ、なんか。町の人作りすぎた。いやいや、そんなことはない。町の人作りすぎるってことはないぞ、ほぼ。あ、でもどうだろう。進化ボタン押さずに作るのは、あんまり良くない。え、なんか陰キャ転生と暇人ってなんか、なんでこれ殴るんだ、なんで進化物殴るんだろう。金殺した方がいいよね、絶対。意味がわからない。俺も台に行ける。ちょっとミスったけど。えい。で、人間さんがやらんとあかんの、今ここで、あれ？いや、俺、バレたな、これ、俺の壁。いや、バレてないわ。あっと。あ、帰ってねえわ。ああ、俺の壁バレちゃった。やばい、もうその人が追いかけてきてる。やばい。俺の壁として。こいつ人殺しできんの、俺。え、でもあんまできない、それ。できないよね。あ、全然クソ弱いや、帰ろう。俺の石膏どこ行った？多分進化、俺の方が、俺一番遅いかも。はいよ。オッケー、行きまーす。磨きは大丈夫？ 2いけそう？ 2いったから、遅いって。オッケー。え、でももう半分切ってるから、もういくよ。ちょっと後ろに立て始めた、なんか敵が。あ、オッケーオッケー。なら、全然間に合うわ。どこら辺？金欲しいか。あ、これか、あった、黄色あったわ。まだ埋まってないか。殺すわ、こいつ。敵もさっき多分、ぬくぬく文明育てれたのは、真ん中取ってたからだから、相手もね、くれないからだよ。そうそうそう。今回来るから、もう敵も、あの、ディディも来てるから、これ、真ん中、ジャンヌ・アルクで、突破してきてる。だから、こういう時はもう、それは分かったんだけど、じゃあどうしたらいいんだよ俺は。え、じゃあどうしたらいいんだよ、もう脳がパンクしてる今。じゃあどうしたらいいんだよマジで。いやだからその弓とか、その第二作るね、人々を。そうそう、弓作っとかないと最低限の防衛ができない。大丈夫大丈夫、今やってる。あ、緑見っけだ、緑ここ。あ、これ別に、いや、緑ここだ、緑ここ見っけだ、緑あったあった。あ、これ通れる。あ、インキャさんの壁別に通れるわ。ちょっと闇の中に隠れて、あの、待つわ、車で写真がぶっ殺しちゃう。青も見っけた、青も見っけた、青ここね。あ、オッケー。あ、青弓多めだね。俺全然まだ何もできないよ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。なら黄色はここら辺。ここら辺か。今ちょっとずーつ俺兵増やしてってる。全く増えない俺。まだ全然無理って感じ。村人12人作ってる。自分で家守んだからね、君一応言うと。食料が全然足りてない。村人多くして生産配布する。これいらねえな、これもう金取っちゃうもん。自分たちは育たんとかなからな、これ。で、クンさん絶対 2TC やるから。ひたすら弓兵入れます。頑張って。いいね。お、いいじゃん、インキャさん進化した。うん。わかるんだ。そう、音でわかる。にゃほーんっていう。で、それやると旗元出るじゃん、強い。いや、上限がってこと、旗元の上限が。そう。インキャさんの盾に来ないんだよ。ダメかな、腹すぎ。いや、もう諦めてる。多分もう諦めた。多分場所的に左下だから、左下嵐に行ってくる。まあ、嵐に行かないと、多分あ、今行ってくる。OK？ どこだろう、もうちょい下かな。あ、いたわ。いた。殺すわ。あー、やべ、終わった。来た。あのさ、俺があのさ、最低限の防衛能力を作っておこうとか言って、俺はやってなかった。俺はやってないんだよ。送ったら、陰キャさんの方に送る。ちょっと待ってな。でもまたどっか行ったけどな、どうだろう。来る来るよ来るよ来るよ。弓兵が強いって何出したっけ。は槍。槍だ、それ槍だ。え、あの、臨家伝生がイングランドの方、あの、出来事さんここだわ、こっちは。あ、真ん中はちょっとね、行きづらいんだよ。
やばい、俺の旗本殺される、これ。いやもう泣いちゃう。メカ起こせ、奇跡起こせ、頑張れ俺の姫平くん。え、こいつら M 悪いわ。あ、めっちゃ嫌だ。いやでも EM、EM、EM して、あ、頑張れ頑張れ。村人作って、村人作り続けて、で、村人作らなきゃいけないんだけど、その前に家も作ろう。でもこっち向かってきたのを見て、そっち焦るといいと思うだから帰ってもワンチャンいいよ。もう上司上がったら、あ、そこ俺攻めるよ。ペニガキ、第3いける？まだいけそうない。待ってほしい。あともうちょっと。でも第3に走ってるっていう認識で大丈夫？はい。もう第3いきます。オッケーオッケー。あと俺石も立てるわ。石っていうか、砦？砦立てる。いや、砦いらない。砦いらない。砦はクンさんとかに任せる。てか、それやめてほしい。それやるんだったら俺に石送ってほしい。それをやるなら。砦はもういらない。砦をやるなら、てか砦ってあれでしょ、次の世代からでしょ、しかも第3からか、うん、まあじゃあ送る送る。オッケーオッケー。やべえ、ちょっとミスったみたいな。なんか俺 2TC やってる。あ、オッケーオッケー。ならなおさら兵増やそう。もう一回ハロスしてくる。オッケー。木材多分ね、陰キャさん多分木材さっきから足りてない足りてないって言ってたから、多分もう一回ハロスいけばかなりだるいと思う。あ、いるわ。どこ行ったか分かんないよね、多分 DJ のやつ。いや、見つけねえとな、どっかで。そういう時の壁だから。押させる方法をと一定にさせる。インゲさんの方やね。槍使ってる？インゲさん大丈夫かそれ。俺送るわ。ちょ、ダメだわ。インゲさん送るわ。ちょっと待ってな。いや、強いジャンヌダルク。いや。うまい。ジャンヌは何だろう、俺。なんか、特殊キャラ。なんか強いやつがバフかけて一気にみたいな話か。そうだ、ね、そんな感じ。ユニークキャラってか、うん、なんかすごい。こいつ単品なんかちょっと強いんだよね。ペニガキン、俺に送れない？石。待って、石？うん。え、とりあえず何百とかしかないけど。いや、あるならもうあるだけ送ってほしい。前線立てるから。全然ない、全然ない。やべえ、一匹死んじゃった、もったいねえ。あ、もう送った？送った送った。もう全然ない。いや、もう全然大丈夫。もう今取らせてるばっかりだから。俺の兵が明らかに、うん、みけさんこれ完全に諦めたんだけど。もう俺弓兵作り続けるわ。まあでも敵に騎兵、まあ、でもあいつだけだからなんとか、うん、あ、そうか、槍も持っといた方がいいってことね、ある程度は。そうそうそう、バランスよく持っとかないと。これ絶対勝負君に来る可能性あるから気付けて。上司ナイス。で、あの兵隊すぐに強化して、兵隊。はいはいはい、ちょっと待ってください。待て待て待て。リリ、金あげる。金はいらん。あ、ありがとう。あ、まあ、そんなくらい、あ、そんなくらいだったらもう最強や。わかったわ。来た来た来た。ちょうど金切れて。俺、超余りしてる。金。超余りしてる？え、石あげる。皆さん。オッケー。石欲しい。マジで欲しい。あげたあげた。ナイス。俺んちの兵がいい感じに回復したところで。敵上司到達した。はい。上司は、あ、さん、あ、まあ、インキャさん、あんだけ晴らされたら、俺もそろそろ上司行った方がいい。一旦兵止めて、ちょっと食料集め何人か送るわ。食料使っちゃうから。今食料と木がねえな。俺もないね。あ、立ててるな、なんか。なんだこれ。戦士育成所か。ちょっと様子見ハラスしてくる。ちょっと待って、ちょっと待って、リリー。これね、まだ門がないんですよ、ここ。実は。あ、そうなの？待って、今作った。オッケー、オッケー。クソ殺してる、クソ殺してる、全部殺してる、全部殺してる。ザコ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 、死ね死ね死ね。何やってんの、イケさん。何してんの？大丈夫？オッケー、これで引くわ。やれてる？で、めっちゃ来た、めっちゃ来た。兵めっちゃ来たけど、全部引かせる。で、このまま俺、第3上がるわ。あの、そう終わって。はいはい。で、なんだ、こいつらは。ちょうどしか終わっちゃったのか。そしたらね、速攻上げるわ。で、今回王立協会じゃなくて、素材、なんか出てるから、組合所入れるわ。いや、多分二択なんだよな。なんか、弱い俺から潰すか、弱い俺最後まで取っとくか、二択。あね、いや、デキさん、あんたは強え。ルーさん、上司ね、これ、インキャさん、これは強化入れてる？あれ、バフとかかけてる？まあ、まだ、旗本ができない。旗本じゃなくて、研究。アップグレード。そう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 。押してる。あの、サチとか作ってるよ。ナイス。
木が欲しい。木今全くない。俺320しかないもん。もうラップグレードしまくってるわ。俺一気に立て終わるわ。終わった。さんであと第4まで何が足りない？俺第4まで飯と、いやもういろいろ全部足りない。何もかもなら金とりあえずあげる。火が欲しいかも。どっちかっていうと先に火は俺もね。ちょっとあ、まああげるわ。ペコ食った。ありがとう。石もいります。石は欲しい。俺あの作ってるから、あの工場兵器これバンバンこれで前出していきたい。もう今井さん戻っても自分の拠点のワンチャンを押さずに。オッケー。こっちにもいるの？いや、こっちいない、こっちいない、こっちいない。だから返してるよ。もう前前前。オッケーオッケー。あ、来た来た来た。いるわいるわ。ちょうど赤いなくてよかった。あ、助かった。ちょうどいるわ。戦い。これ押し切って、あの、これ押し切って、押し切って、あの、シフトで予約すればいい。引いて。ぐーって回っていくわ。あ、ハサミにしようとしてる。ハサミされない。引いてる引いてる。来てほしい来てほしい。俺のところ来てほしい。全然誰も知らないけど。これ前行ってもいい？一緒に。オッケー。ガチャ早い。ヒゲと同じ速度で。一番意味だから脚力半端。これ待って待って、ね。ゆっくりだな。でどっちから攻めるかって言ったら、こっちから攻めた方がいい。こっち俺今やってるやん。こっちに兵貯めてほしい。そっちちょっとあの火。で弓兵もうちょっと前出して。うん。前出してほしい。なんか右側なんか戦う準備してる。あれ殺すか。あれ殺していいな、全然。あれ1個。ディリ下げて、それ危ないよ。待って、無理だわ。一回引くわ、もう一回引くわ。オッケー。あ、そっちで、上で、ごめんごめん。それ、言って、ごめんごめん、いや、ちょっと待って。ごめん。そっち、今出して、そっち兵出して。おお、下見てたわ。ごめんごめん。全然さ、同じとこで。あれ、どこなんだろう。いや、ここにいるのに、なんか。いや、ごめん、俺が悪かった。これはね、でもちょっと悪かった。待って、それ、引かしてよ。ちょっと待って。最悪の当て方したわ。ごめん。当て方まずい。ちょっと待って。はい、前行くよ。俺、前張るから、後ろから。あ、なんか。なんで？ボコボコや、石あげとく、石。了解。前押しに使うわ。あ、待って、また来てる。上。上結構来てるかも。ムツティシにしよう。なんか強すぎる。なんだこいつ。操作ミスだと思う、これは。体力ないやつするわ。待って、ちょっと。ちょっと。兵増やす。ちょっとあんまり良くない。うん。兵が足りない。いや、違う。どこまで押すか、これ。どこまで前押しするかな。で、俺、第4世代上がれるよ。ここまで行くよ。父さん、第4世代にあと何が足りない？肉が相当数足りない。肉大量に欲しいかも。1100送った。1000送った、1000。たぶんまだ足んない。もう、あと1000足んない。ちょうどあと1000足んないぐらい。あと1000、2000ぐらい足んない。2000は、2000、ごめん。1000ぐらいは足りないかな。1000送った。あと300。あと300はもうない。オッケーオッケー。何が？食料。食料300送ってほしい。ああ、俺はくれねえわ、ちょっと。この騎士、量産で。いけた。自分たちで、自分で何とかする。あとは任せましょう。あ、これ守れってことね。オッケーオッケー。任せて。追加で兵。あと村の人増やすのと兵士増やすだけだから。向こう、多分結構こけてるから。俺はもう戦いに参加しない。一生資源やってるやつ。え、こっちの方がうざくない？一生資源どっかで集めてるのも。いいよ、なんか結局帝王になった。あ、待って、それ当てる。ちょっと、もうちょろちょろ兵士送ろうかな。これなんかちょっと引いてもいいよ。ナイス。もう 3TC にしようかな。いや、下からも来てる。一旦引くわ。一旦下げるな。取り手まで下げるよ。俺前に押して。これ壊して、1個壊して。ナイスナイスナイス。ごめん。で、
押せる壊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 せる、これで OK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 。 お互い攻め時ね、今攻め時ね、これこれ攻め時攻め時攻め時。いや、なんか頑張って頑張って、なんか何としてでもみたいな感じ。いや無理でしょ、消えたんだから動かないよ。何としてでも破壊するって感じ。じゃ俺ヒールで待つわ、ちょっとこいつら早くさせる。俺めちゃくちゃ兵増やせる今から。ちょっとでも兵士送りますね、俺も。うん、ちょっとでも送った方がいいかも。割と今攻め時だね。割と今結構なんかすげー量の戦士育成所作ってる。ライオン俺もあげようかな。あげてあげて、もう絶対あげた方がいいもん。ディディ先にあげたくない。ディディ何が足りない？いやでも上がってる上がってる、今やってる、今作ってる。やってる？オッケーオッケー。うん。今あの、いや俺もあげちゃう。待ってるだけ。時間待ち時間待ち、あげた方がいいペニャキ。俺今経学校量産して全部一気に送れるようにしてるから。足りない人は今割とないかも。全部金が足りない。金？うん、あげますよ。欲しいかも。俺金4000ある。手を上がって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 絶対に手を上がって。みじさんびっくりするよ。なんでこいつらこんなに素材が尽きないんだ。一人変なのいるからな。一生取ってる変なの。だって俺の村見てみ。天使育成場何個もあるよ。俺もやばいよ。ベニガキマックスまでとりあえず進化欲しい。進化？進化。自分がマックスまで進化して。で、自分のユニットを最大強化してほしい。あ、オッケーオッケーっす。いや、多分もう俺もすぐできますよ、なんかもう。オッケー？ない、だいぶ余裕ぐらいな資材はある。円筒透析器も2個作っとくか、一応。なんかあるかもしんないし。いや、欲しい、欲しい。全然欲しい。両方持ってた方がいい。俺今、金足りないな、ちょっと。食料割り振ってるやつちょっと減らすか。なんかめっちゃ町の中心止まった、やべ。で、兵士はもうガッツリ食べて、ガッツリ食べて。人間気持てよ。人間さんは？いける？いやー俺まだねえな。まずいくつ？いやもう全然普通に6000ぐらい。6000はうそ、ごめん。1000。これさ、1個の戦士育成場でやれば全部あれになるのか？全部育成される？ああ、大丈夫大丈夫大丈夫、全部大丈夫だよ。金だね、圧倒的に金不足してるね今。俺クーンさんと同じ金掘ってるのか今。まあまあしょうがない、俺もないんだよ金が。どこにもねえ。ちなみに金は不足してる。なんだこの狼。俺食料行ってもいい、行ってもいいよこれ。了解。じゃあ待って、後ろのやつを全部送るわ。ちょっと待って、射石砲でちょっと撃つわ。オッケー、ちょっと出すよ。じゃあ俺も行くかー。みんなまだまだまだ敵が来たらって感じ。この砦壊すからとりあえず無料で。じゃあ俺も大砲だけ出すよ。うん、いやでもなんか一応壁用に出しといた方がいい。騎兵。オッケー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 、了解了解。前動いてる。なんか案の定歩兵系が多い。でもガン無視しよう。ガン無視してできる限りの金を殺せるこいつらに。兵出して兵出して兵出して、これできたんと。帰ってった帰ってった。まとめればいい。オッケー、ナイス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 。来た来た来た。あ、くる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 。この兵多分めっちゃ少ない今。めちゃめちゃ村の兵に咲いてた。なんだこれ、なんかやってる。ここいる、ここいる。山の上に弓がめちゃくちゃいる。ちょっと待って、撃つわそれ。土砲で多分どうにか。当てるこれ、当てるよ俺。当ててほしい、当ててほしい。いや、いや殺す、いや殺す俺。寝書きも行ってほしいな。あ、はいはい。あ、ここね、はい、それなら殺します。お前さん、これマスクマスクマスク、これ動かしてみて。どこ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 、ピンした、ピンした。あ、ごめん、ありがとう。ちょっとこれ、熱しこれで全部壊して、全部壊して、全部壊して、前詰め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 て。これまんまバンバン兵流すよ、足り流すよ、兵足り流すよ、もうこのまま工場兵器作って、工場兵器、工場兵器作っておく、前に置くのは。バン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 、もう兵足り流し、もうあとは。あ、なんか来てる、なんか来てる来てる。敵、前来た。待って、俺今、あれがないわ。大砲系今ないわ。待って待って待って。まあ、多分、砦だけやって満足して帰ってきた。まあ多分、相手も、補助兵器ないけど、とりあえず前へ行きたくなったから行ったみたいな感じだと思う。あんまり、なんか、深いプランはないはず。いやいやいや。
それでぶっ壊してぶっ壊してぶっ壊したら垂れ流すよ。正面垂れ流すぐらいの勢いでいくよ。汚ねえ例えがマジで。汚くしなくてよくなかったよ。うん。結構かっけえ流れだったんだけどね。めっちゃ優秀な指示してくれてる人いるなと思ったら、ションペンおじさんだった。ペニガキも兵隊ちょっと欲しいかも。ああ、めちゃめちゃ出してます。待って、もうちょっと待ってください。あと何十体出ると思う、まだ。だから100体規模で出した方がいい、もう。でも100体は全然いけると思う。わかんない。そういう規模の戦いで、これも。オッケー。なんか足りないもあります木、あの、金。金。金、オッケー。木は木は足りてる。いや、てか、いや、もう、まずい。足りないものは歩兵、兵士。兵隊が足りない。前線の。これ。ディディ。あ、やべえ、これ壊れる。わあ、やっぱダメだ、前に出せないな、これ。どういうこと。じゃ、壁を壊してほしいよ、インキャさん。攻めるとこ違う、全然インキャさん。ごめん。なくなっちゃったもん。いや、あれ壊さなきゃいけないし。だるくない？どこが、これか。どうな壁を狙う。壁壊してほしい。壁を壊してほしい。今持ってきてる。追加で煙突投石器を2台持ってきて。なんでビジョン見えねえけど。ナイス、そこも壁壊してくれた。ナイスナイスナイス。鎧の巨人がやったみたいな感じになってるよ。次ここだね。こいつらだね。ちょっと待って。時計の鉄塔が。全部武士だね。これ76。あ、でも割と頑張ってくれてんの。あ、入ってきたな。なんか一体ずつ入ってきてるんでも。あ、なんかちょうどいいぐらいの感じになってる。あ、なんかアホじゃないこれ結構。これ開けてアホじゃない。なんかね、あの、やばいことになってる。スタックした。やばい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 。全部死ぬ。ちょっと君たちに一生壁壊しやらせといて。これ行くよ。これ一回俺引かせる。これで引かせる。これで。手前ぶっ壊して。何してんこれ。やらかした俺。普通に変な当て方しくじった。ちょっと待って。電撃押し切れ。5555。後ろからめっちゃ来てるっしょ。いやもうここまでここまで。一旦工場兵殺す。墓石壊した方がいいのこれ。墓石壊してる。ちょっと待っちゃってる。いけ。俺の兵士頑張れー。全部アップグレードしてるそれ。でも全部してる。オッケー。一旦ヒールして帰る。いや、これ押し切った方がいいかも。押し切ったらいい。オッケーオッケー。俺めちゃめちゃ押してるよ。いなきゃいけんならじゃあ行こう。俺はちなみに金がマジで完全に底をつきた。もうどこもない。超押してる。これ見てみ。これやった方がいい。これやった方がいい。俺村人全員殺したらごめんね。ディ見て。ここ見て。了解。送るわ。いや、それ弓で撃って。いや、強いな、ちょっと待って、これ。待ってね。どうしようか。全部俺のドッキだな、これ。ドッキ耐えるか。あと兵よ、あとそっちに兵送る、待て。村壊せる、多分このまま。町の中心から行くか。あー、これ 2TC だ。これ奥行った方がいい、先に。奥行ってる。じゃあ奥か、最初。いや、まあ、そこでいいよ、別に。オッケーオッケー。先こっち壊したら行くわ。ごめん。ジャンヌが選べ。村とか全部壊してるよ。ジャンヌはどこ？で、奥の壊して。手前の村、もう、手前の剣士育成所は任せる。あ、来た。で、村、なんか、敵来てるから殺そう。範囲でかすぎ。普通に無理だ。きちいこれ。すべて失った俺。待ってね。いや、範囲でかすぎだろ。やらかした。カモ見てなかった。この騎士追加で全部送ろう。作ったやつどんどん送った方がいいかも。おじさんの畑燃やして。村の人が多すぎて。この中壊す。今軍人118人いるわ。全部これ全部で、あ、青行くよ、青、次了解。もう、まあ、これ壊したらもういい。これ壊したら撤退、はい、もう黄色は OK。 多分どうしようもできないはず。もう、まあ、できるかもしれないけど、
復興には時間がかかるはず。緑詰めてきていいかな。ディ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 これ追撃よろしく。このまま追いかけるよ。一回ストップ。はいはい。だからなんか急にこいつら全部死なねえかな。あバタバタバタみたいな感染症とか。感染症おもろい。やばいやばいやばい。あしかもあやべえ。あこいつら頭いいわ。すっげえめっちゃ挟んできてる。めっちゃ来たわ。両側から来たわ。いやそうだね。僕のマインクラフト破壊されてます。俺の動物の森が飛び出しちゃった。頑張れ頑張れ。いや待って、これワンピック取り続けたらある。マジでワンピック取り続けたらある。ないないわ。あの敵マルチキルしかしてない。なんか大丈夫かな。なんか起これマジで。なんか奇跡起きろ。祈りを捧げるしかないのか今。いや違う、掴み取れ少女。掴み取れ。必ず勝ち抜けると信じろ。ペニガキペニガキペニガキ、ここ待って、ごめんやってる。どこ、これ、いい、そこで、あ、ちょっとは、そこでベイトして。うん、違う、ここ見て、マップ見て、マップ見て、上の方どこ。いや、マップを見て、マップのなんかこう、なんか剣マークみたいな。うん、これは何するの。いや、ペニガキ、違う、お前の戦士が襲われてる、ここで、無条件に。ここ、そう、それ。あと俺に任せろ。頑張れ。ゼロだ、すべてが。ジジ、これ、ごめんね、俺がやらかした、今。ごめん、やらかした。兵見てなかったから、兵死んじゃったんよ、ここで。いや、兵見てなかった、一瞬。いや、真ん中取り返しかけたところまで結構よかったけど。そう、壊して、あと俺がね、剣見てなくて、一か法の餌食になってた。ひまじいさん、軍事ユニットめっちゃ出してるけど、全部死んだんだ、あそこで。ほら、やばい減り方してる、なんか一回だけ。あれだと思う、あそこの戦いだと思う、減ったのは。お前、ビレーキ20分までゼロやん、お前。うん、でも資源は俺一番上だからな。まあ、でも実際、ペネ焼き資源いろんな人に配ってたから。配ってた、ああ、もう内政が。資源配りししてた。今の資源教えとるか ?5985、5919、5088。お前、もうちょい遅れじゃん。そんなに言ったら俺に遅れよ。え、もうなんか、最終に溜まったから。あね。まあでも、総数だと俺も全然それぐらい持って、多分やろうと思えばもっとできたけど、なんか、ちょっとゆっくりしすぎちゃった。いや、俺あれだよ、クーに、人がめちゃめちゃ配りまくって、ディディに飯とか配りまくって。これ、頂上関門なんか、とんでもなくない。これ、進化のやつだよ。うちの。そう、進化のやつだよ。なんか、これ、距離何本攻撃、範囲。範囲は、結構でかい。10体いる。そんなじゃないよ。バカだ。クソ綺麗じゃん、お前。めっちゃ綺麗じゃん。この作り方なんだよ。お前、A 型だ。俺のやつ見てみ、俺の畑。これ大型だよ。俺もう内戦してる、もう物資が取り尽くして、もうどこで何が起こってるか分かんない。俺街の人の数が。こんぐらい兵士つきあうやだな。戦士育成じゃとにかく作んないと思ったら、いっぱいいちゃった。俺内戦しかしてないはずなのに、どこの誰よりも劣ってるんだけど、俺のクラロは。クラロは終わってるマジで。ちゃんとでも兵士出てた真ん中のなんか丘陣取ってたやつがいた。丘強かったっしょ、普通に。いやね、なんかね、ちょっと攻めあぐねてた。いやー、全部殺した後、あれ突っ込みたかったな、壁にな。俺の出題の方が一枚上手なんだよ。多分あと工場兵器が全く出てなかったから、そっちの工場兵器を作ってる人がコストかけてる人がいないから、結局突っ込んできても一火砲とかに追い返されるみたいになってて、いや俺がもうほぼ弓しか出さなくていいみたいになってたから楽だった。俺もあれしか出してない、うん、騎兵学校しか作ってないで、俺歩兵しか出してねえわ。でちょうどぴったりだった、弓と歩兵と、うん、めっちゃ良かったあれ。綺麗に分かれて、俺が適当にぐるぐる回ってれば、クンさんの意味でもうほとんど死んでたやりが。それで、後ろのやつやり行くっていう。俺がクンさんの第4を支援したからな、すべて。肉2000くらい送って。2000と金1000くらせて、第4一気に取った。俺がこんだけ前張ってんのに第4行けたのは多分それ。前張るのめちゃくちゃ大変だから、これ。第2の時代でもう石壁立てたから。実際あれなかったら多分、ちょっと危なかった。もうまあ忙しすぎて無理だ、まあ、中国ルーシーの方が簡単だわマジで。難しいこの文明。